メイカ姫バイ、メコトバ、かわいいかわいい姫バイ、ごめんなさいごめんなさい。いいか、うちらは試されとる。いかにあのキャラかぶり様を出し抜けるか。うちらが最強の二人組ってことば見せてやるったい。僕は別にどうでもいいっちゃけど、聞くところによるとあいつらはバカゲーやら言うもので人気ばとっとるみたい。やけんうちらも対抗戦にゃいけん。うん、まあ別にいいっちゃけど、僕らのことほとんどの人は知らんやん。うちらの登場動画見とらんと。ここにまんじゅうさんからのメモがあるもん。大人の事情で君たちの登場動画はもうちょっと先に投稿します。むの、うん、ちょんなか。じゃあうちたちがなんでここにおるかわからにゃ。うちらキャラかぶりに八つ当たりしとるヤバいやつじゃん。そうたい。あリテイクは全。もっとアイドルっぽくリテイクはするわけなか。それでもうちの妹か。僕らに性別は仲間へ。あ、そっか、登場動画見とらんってことはそこら辺の説明からせんにゃいかんのか。無駄に混乱するだけやし、せんでもよか。じゃあ前置きは抜けてゲームやるばい。なんやこの出場は。そもそもこれどんなゲームと。何も知らんのに選んだと。なんかネットサーフィンしとったらバカゲーの王道がこれやったばい。姫の脊髄で行動するあたりさすがやと思う。なんま時王とや。褒めるな褒めるな。話しとるんよ。仲間がおる。えい、何人。なんかずつきばしとうなった。ほらうちらってもともと角生えてるけんシンパシー感じた。シンパシーで同胞ぶっ飛ばすな。この人も。えい、うちこの世界観についていけんかも。早くね。さて次は何しようかな。あ、姫危ない。やめろ。セクシー選球。あれなんて書いてあると。ノーピン。可愛い声に出して読まん。まあとりあえずバケプリコかしとくか。こんなに吹っ飛ぶもんなん。このゲームは羊に力ば与えすぎじゃなか。そこのお兄さん、アーソビンはじゃ。これが羊じゃなく姫が来たならこの男も報われたやろうに。それはうちが世界一可愛い。待て待て待て、下が下が。なりぬびる下や。これどこに繋がっと。さあ、あっち向いてほい。やめろ姫。あの二人のしよったカエルのゲームは車に乗っとった。やけんうちらも対抗せないけん。羊って車にまず乗れると。カエルが乗れたんやし乗れるやろ。かやされてやんの。車に喧嘩ば売られたばい。もう転がったら乗れんやろ。なんでそっちに行く。姫が押してるからや。あーもうどうでんなれ。イヤホーイ。車が、うん、やっぱり羊にはもうちょびっと耐久性のある車が必要ちゃい。なんかあそこ登れそうやね。いや無理やろ。いけた。うん、いやこれどうなっとん。羊流登山術はしごやん。到着。なんもないやん。言語となか、絶対なんかある。ほら、今にも自殺ばしようとしとる人が。なんで。ヘイブラザー、うちがお手伝いしてやるったい。何しとんの。ほら、怖いね、怖いよね。簡単に自殺ばするんじゃなか。そげんことやっといてよう言えるったいね。死ぬ時は、一緒ばい。あ、はい、キャッ、フライ。もう嫌だこの子。まあ大してダメージなかね。山ん中に来たばい。まだその男引きずっとったんね。苦楽ば共にするなかったい。羊と苦楽を共にしとうなか。羊牧場の人に失礼たい。車に引かれとうきさんがよう言える。なんか怪しいとこ来たばい。ちょびっと待っとってね。なんやこれ。魔法人。生贄ば集めると。そうやね。どれくらい集めると。5人ばい。なんでか。あんならちょんなかね。したら早速連れてきたばい。おい、そいつ苦楽を共にする予定のやつやろうもん。時には別れも必要やね。あっけない別れたいね。これで最後やね。集めたっちゃけど何も起こらん。羊ってなんやっけ。姫帰ってき。え、この羊ジャカポンかっちょよか。姫、僕らは重要なことを見落としとるばい。ほえ。羊やなくてヤギったい。まあ羊もヤギも大して変わらんばい。ジャカポン違うとよ。そげんことより見てみ。なんか能力使ったらいろんなもん巻き込めるようになりよった。絶対ここの人たち材質ごめやろ。今からこの人ば盾に使う。ヤギってなんやっけ。そういえば初期地点にあったこの塔みたいな。これ登ったらなんかあると。まさかただの塔やろ。あ、ヤギさんコンコン着いたばい。何ここ。バリカシ着いとるやん。バリ王様になった気分なんやけど。ふっふっふ、苦しゅうない苦しゅうない。なんか奥にマガマガしい玉座があるっぱいね。これに乗ればいいと。もうちょびっと調べてからの方が。ヤッホーイ。姫、世の中勢いで簡単にいくこともあるとよ。絶対その教訓変な時に事案なよ。したらミコトが助けてくれるったいね。なんやこれ。ヤギの王座につくやん。なんか変わったところとかあると。え、バリ可愛い。は、バリ可愛いっちゃけど。出たよ、姫の独特な感性。え、可愛いと思う。近づけるな近づけるな。見た目が変わっただけと。うん、他のボタン押しても何も起こらんとよ。あれ、ここにヤギおったかいね。さあ、そげんことまで見とらんけん。ヤギが降ってきた。あ、まさか。これあれやん、ギャトルミューティレーションとかいうやつ。なんそれ。知らん。はあ、この前テレビでやってたばい。この能力使ったらトラック止めれるんやなか。差し詰めヤギの壁ったいね。よし、
ちまる。なんなんこれ。もはや旗迷惑ってレベルじゃなかね。結局処理落ちした前にトラック止めれんかったやん。まあ、あんだけ出せばね。みことが言うとなんかエッチやね。待って、これなんて読むと？トールゴート、背が高いヤギやね。したら早速背が高いヤギにしてみるばよ。キリンだこれ。よし、したらキリンならトラックが止めれるっちゃろ。もうヤギっていう説明はしてたんやね。これはどう見たらヤギに見えると？冷静に突っ込むなよ。来た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 。ねえ。ここ多分地球じゃないんやね。あ、そういう解釈。もう一回トラックが止めてみる。諦めが悪かね。さっきちょびっとだけ止めれたけん。行くぞー。でい。やっぱりダメ。諦め。うわバリ吹っ飛ばされたバリ。姫、そろそろうちの時間帯ね。え、もうちょびっと遊びたかったとよ。次回もあるんやけん。ほんとな、信じていいと。まあ視聴者次第やね。じゃあ定番の爆発落ちたいね。それでいいんか。だって大していいオチ見つからんとよ。正直なやつやな。あの給油ステーションに向かっていくばい。行くぞー。さあ、の、か、はい。バイバイ。え、せめて揃えようよ。姫ちゃん、それ私の通りもん。賑やかになったわね。いいちゃんさんがいい人そうでよかったです。少しネジが飛んでる部分もありますが、それが彼のデフォルトなのよ。可愛い子を見たら見せ替えないから。ずんこさんは彼とどういう仲なんですか？強いて言えば需要と供給の関係かしら。え、みことちゃん、世の中にはそれ以上は知っちゃいけないこともあるんですのよ。あ、なんとなく察せました。ねえねえ、次いつ遊びに行けると？次こそあの双子をケッチョンケッチョンにしてやろうもん。まだ小さいからあまりどうでもさせれないのよね。なあ、博多にいた時はどうやって過ごしてたの？うちら博多弁やけど、すんどさんは太宰府市ったい。ほら、太宰府天満宮、あっこがうちらの生まれた場所ったいね。ずっとそこに？そうですね。かといって別に世間知らずってわけではないので。今ではネットもあるんやし、バリ便利ったい。妖精も落ちるんだな。ちょくちょく私はイーちゃんさんの家にお邪魔するし、その時なら私と一緒に行こうか。行くー。